おはようございます。横山です。今日も一日よろしくお願いします。本日はトムとジェリーをやりたいと思います。典型的なキャラゲーです。ネズミのジェリーを操作して好敵手のトムをギャフンと言わせるのが目的のこのゲーム。操作性はそんな良いわけではないが、かなり子供向けの難易度で、個人的にはお世辞にも面白いとは言えない。だがボス戦のトムとの戦いは無駄に迫力があり面白い。では早速やっていこうと思います。あ、なるほど、横スクロールのアクションか。これあれどうせなんか左行ったなんかアイテムあったりとかやろ。はないんか。だからなんかもういろんなゲームしすぎてね、こういうのあったらそのパターンやと思ってしまいますね。これ主人公はこれどっちや、あんま知らないんですよね。トムとジェニー、主人公がこれトムかな、ネズミの。すげえ無限にこのなんか枝豆みたいなやつ拾えるやん。むず、もう下から引く。敵は何やこれ、アリとカーか。あ、すげえしゃがめんねや、かわいいな。強い強いこいつで、また復活すんねやろ。昔のゲームそうやもんな、戻ってしまったら敵が復活するっていう。はっ、むずい。で最初からやろ、これ見たことか。いや、まあまあまあね、ゲームってそうなんですよね。最近のゲームがやっぱ緩すぎるんですよね。途中から始められるなんてね、甘いんですよ。やっぱ死んだらね、ステージ1の最初からなんですよね、ゲームっていうのは。あ、これよく見たゴキブリか。くっそむずい。敵が何なんこれ。化け物やんこれ。うわうわうわ、そういうことか。あ、でも死なへんねや。あ、踏んでもいいんやこれ。あ、そういうことか、これ。このトムは、ネズミやから、工場に忍び込んでるみたいな設定か。やっとわかった。え、むずいな、ここ。なんとしてもあの上行きたい。ギリギリんとこから、いっけー。行ったー。え、なんこれ。ドッスンみたいな。あ、出た、ジェリーや。ああ、なるほどな、顔を狙えと。いやー、うまいな、ついてくるね、こっちの心理を。あ、やった、倒した。全部ほぼほぼ落ちるやん。今のは誰も無理やろ。降りた瞬間にジャンプか。はい、おーし。まあ、攻略法さえ分かってたら余裕なんですよね、ああいうのって。あ。いきなり食らう。これ何、リンゴ落ちてきてんの、誰かがかじった。え、すげえ、何この仕掛け。興奮するな。おお。あ、すげえ。上下でできる。あーはすげえ、このトムは両利きですね。こっち向いてるときは右手で、で、こっち向いてるときは左手で。でも同じ威力のね、弾投げれてるからね。これはすごいメジャーを席巻しますよ、この投手は。ほんま落ちる床好きやな、このゲームは。フォーク。あ、すげえ、ショベルカー乗っとる。これどうやって攻撃したいの。とりあえずこいつらを全部下ろさして、で、なんか最後のあの一振りみたいなんでジューンってやりよるから、その後に攻撃チャンス。ただでも分かってても難しい。今、オッケーオッケー。あ、やった、倒した。沈んでった。ただどういうことなんやろ、正面の窓は開きっぱなしってことか。そうじゃないと枝豆当たらへんもんな。はい、お疲れ様でした。以上、トムとジェリーでした。ありがとうございました。